ラックアーキテクチャーを用いた RBS 生成フレームワークということで発表します。どうぞよろしくお願いします。自己紹介いたします。栗原祐希と申します。出身は忍者とは縁が深い。滋賀県は高架という町です。子供の頃、 忍者屋敷で巻物を買って忍者の修行方法を学んだことを覚えています。現在はレディフォ4という会社で働いています。皆さんはロジックモデルというものをご存知でしょうかロジックモデルは n p u などが社会的インパクトを説明するために使うロードマップのようなものです。活動や結果、 そして成果の因果関係を図示し最終的な目的にたどり着くためのツールです。今回はこのロジックモデルを用いて本トークの目指す道のりを最初にご紹介します。ロジックモデルのゴールはインパクトと呼ばれ最終的に到達したい目標を設定します。今回私はプログラミングにおける最終目標は ハッピーハッキングであると設定いたしました。このハッピーハッキングはマッツも多用しており、すでに多くのプログラマーに親しまれた共通の到達点と言えるでしょう。では、どうすればこのインパクトにたどり着けるのでしょうかそれがアウトカムです。アウトカムは、 インパクトを達成するための前提となる状態の集まりです。ハッピーハッキングというインパクトへは、もちろん多くのアウトカムが予想されますが、型がありふれた存在であり、ごく普通に使えるという状態は、ハッピーハッキングへ到達するための重要なステップになると私は考えています。アウトカムに到達するための必要な製品や、 サービスなどの結果がアウトプットです。型がありふれている状態にするため、アウトプットとしてはどのような結果が考えられるでしょうかこれも複数考えられます。型チェックツール、型のカバレッジ測定、設定ファイルの自動化などです。私が提案するのは型ファイルの自動生成です。 型ファイルをプログラマーのリソースを使うことなく自動で生成することができたなら型がありふれているという状態に近づくはずです型ファイルの自動生成を長期的な結果と置くならば短期的には何をすればいいのでしょうか私はマーケティングと実装だと考えていますマーケティングとかすなわち たった今私が発表しているこの Ruby 会議や Web 記事などを通してプロダクトを広く知ってもらい使ってもらうことによってプロダクトの進化を促すことができます。いよいよ皆さんの大好きな実装に到達しました。何を実装すれば型ファイルの自動生成という結果に到達できるでしょうか すでにタピオカというソルベ用の型生成ツールが存在します。先日ソルベとの公式的な連携が発表され注目が集まっています。パフォーマンスに優れ、レイルズにも対応し、ショピファイで実運用されている非常に実用的なプロダクトだと言えるでしょう。しかし、私が愛してしまったのは RBS なのです。 RBS の特徴を生かした RBS のための型ファイルの自動生成は実装できないのでしょうか私はこれまでに Rails アプリケーションに対しての RBS 生成を複数導入した経験や AWS SDK というジェムの RBS 生成を実装した経験があります。この経験から浮かび上がった問題点を整理しましょう。 1一つは、非常に多くの型が必要であることが挙げられます。GEMRBS コレクションで、多くの GEM に対する型を共有するなど、対応は進んでいますが、まだまだ多くの GEM に対して型情報が不十分です。また、型が足りなかったり、間違っていたりすると、不必要な型チェックエラーが発生し、ノイズとなります。 正確な型が必要です。レイリーズの拡張ジムなど、単体では型を決定できないジムも数多く存在します。ジムの数は多く、ジム間に依存関係があります。この複雑さを解決する拡張性が必要です。型生成のニーズは多様です。プロダクトごとに規模や 管理方法は違い、必要となる型情報も状況に応じて使い分けることができる柔軟性が必要です。これらの問題を解決するプロダクトとはどのようなものでしょうか。鍵となるアイデアはトレースポイントです。トレースポイントを用いれば指定したメソッドがどのクラスからどの引数と共に呼び出されたのかを メソッドが呼ばれたタイミングで取得することができます。この仕組みを使って機能単位でパッケージ化し、それらを組み合わせることができれば、正確性、拡張性、柔軟性を持たせることができるのではないでしょうか。このトレースポイントを鍵としたコードはどのようなものになるでしょうか。モデルを考えましょう。 ライブラリーやアプリケーションをロードするフェーズが必要です。この部分を自由に差し替えることで、あらゆるライブラリーやアプリケーションに対応する柔軟性を得ることができます。そして、この前のフェーズでトレースポイントなどを準備し、後のフェーズでキャプチャー結果から型情報を生成します。 実際にコードを実行しているので非常に正確な情報が得られます。この一連の流れを機能ごとにパッケージ化することで新しい機能ができれば組み合わせて次々につなげていくことができる拡張性を獲得できます。そこでひらめいたのがラックアーキテクチャーです。ラックは ウェブアプリケーションフレームワークとウェブサーバーを取り持つ機関的なプロダクトで多くのウェブ系 LB プログラマーに親しまれています。ここでのラックアーキテクチャとはラックミドルウェアを組み合わせるインターフェースのことを指します。ラックではミドルウェアを必要に応じて組み合わせアプリケーションとなるコードを呼び出します。 この仕組みをプレースポイントを鍵とした新しいモデルに応用できないでしょうか本当にこのアイデアが形になるのか、ライブラリーとアプリケーションの2つのユースケースで考えてみます。ミドルウェアを機能単位で1クラスにまとめるアイデアはそのまま使いましょう。そして Web アプリケーションを読み込んでいた部分をコードのロードフェーズとします。 これによりロードフェーズを中心としてミドルウェアの中で前後のフェーズを記述することができそうです。アプリケーションではどうでしょうかアプリケーションではライブラリーを読み込みますが数多くのライブラリーフェーズと重複するためロードフェーズからは除外したいです。ライブラリーを読み込む箇所とアプリケーションを読み込む箇所を分けて記述することで アプリケーションコードのみを対象としてコード生成を走らせることができそうです。このアイディアがうまくいくかまだわかりませんが、思考実験上ではライブラリーでもアプリケーションでも大きな問題はないように思います。なんかいける気がする。新しいプロダクトへの機運が高まってきたところでスポンサーの紹介です。私は レディー4という会社でバックエンド基盤部に所属しています。今回のアイディアも業務上の課題から生まれたものですし、実験対象としてプロダクトのコードを活用させていただいています。今回の Ruby 会議での発表についても多くの支援をいただきましたし、業務上の OSS 活動も大いに推奨している素晴らしい会社です。 また GitHub からも GitHub スポンサーとして支援いただいております。6月24日、メンテナーマンスとして支援された900名のユーザーの一人としてワンタイムの支援をいただきました。モンテッドリー株式会社様からもマンスリーの GitHub スポンサーとして支援いただいております。何の縁もゆかりもなく大変恐縮ですが、この場を借りて熱く感謝申し上げます。 さて、型を自動生成するための問題を解決するラックアーキテクチャを用いたライブラリでもアプリケーションでも対応可能な新しいプロダクトの機運が高まりました。紹介します。オーサウスイズです。オーサウスイズは日本語では装具と呼ばれ、使用者を支えエンパワーメントするための医療器具です。 腰につけるコルセットなんかも有名ですね。画像は Wikipedia から引用しています。オーウス s ーズではコードを支え、プログラマーをエンパワーメントするための薄いフレームワークを提供します。ミドルウェアの中身をラックと比較してみます。ラックではアプリケーションと呼んでいるものをオーウス s ーズでは ローダーとしています。ラックではエンブをソケットやリクエストヘッダーへアクセスするために使用していますが、オーサウスイズはコードジェネレーターです。エンブは思い切って削除してしまいます。ラックではレスポンスを扱いますが、コードジェネレーターではステータスコードやヘッダーなどは必要ありません。 ラックを無理に真似することはせず、ストアと呼ぶオブジェクトをミドルウェアの返り値として扱うことにしましたストアはただのハッシュでクラスやモジュール名をキーにコンテントというオブジェクトをバリューに持ちますコンテントは型情報を保持しておくためのオブジェクトです型情報を文字列で定義し指定したクラスや モジュールのメンバーとして型定義を簡単に追加することができます。このような単純な API は拡張の仕組みを広く知ってもらい、多くの開発者に拡張機能を作ってもらうために役立ちます。トレースポイントをラップしたコールトレーサーというヘルパークラスも用意しました。 コールトレーサーを使うことで指定したメソッドが呼ばれたタイミングでのレシーバーと引数をキャプチャーし、ローダーを読み込み終わった後で取得することができるので、型定義を構築されるために役立ちます。コールトレーサーはメソッドオブジェクトを指定するという方法であるため、指定するメソッドがすでに読み込まれていなければならず、 指定したいメソッドがローダー内で定義されている場合に矛盾が生じます。そこで対象となるメソッドを文字列で指定できる c ールト t r a c e r l a というヘルパークラスも用意しています。この文字列での指定方法はデバッグジェムにインスパイアされたものでパフォーマンスは若干劣りますがローダー内で定義されているメソッドを ローダーの外側で指定したい場合に役立ちます。コールトレーサーラジーでは指定したメソッドが定義されたまさにそのタイミングでトレースポイントを設定することができ、コールトレーサーと同じ API で扱うことができます。オー l s o u t h を使ったコード生成タスクの例です。オーサウ o ー t h では CLI は用意しておらず、通常、レイクタスクなどのスクリプトを用意して実行します。CLI ではなく、スクリプトにすることで、拡張性、柔軟性を重視した設計になっています。ミドルウェア同士は、ビルダーというヘルパークラスによって連結を容易にします。ミドルウェアへ、オプション引数や、オブロック を与えるこ,ともできますこのミドルウェアを次々につなげていくことで破綻することなくスクリプトを拡張していくことができます。ミドルウェア内部の実装例をご紹介します。ミドルウェア内部の実装は、ラップと同じくシンプルなクラスです。イニシャライズメソッドとコールメソッドを用意するだけでよく、 一つの機能ごとにクラスを用意するので、スコープが確保され、他のミドルウェアとの競合を考慮する必要はありません。イニシャライズメソッドの第一引数にはローダーを期待しており、その他のオプション引数は自由に設定できます。コールメソッドでは、ローダーオブジェクトに対してさらにコールメソッドを呼び、 その返り値を最終的に返しさえすれば、後の実装は自由です。例では、コールトレーサーラジンを使って、フー o クラスのフーメソッドをトレースし、ローダーをコールしています。そして、ロード後にキャプチャーした結果から、新しい型定義をストアに対して追加しています。もちろんコールトレーサーを使わず、 Ruby オブジェクトのリフレクションのみを使用する実装も簡単です。実装に便利なユーティリティメソッドもあります。モジュール名を文字列に変換するもの、Ruby オブジェクトを RBS に変換するもの、クラスがすでに定義済みか確認するものなど数多く用意しています。さあ、あなたならどんなミドルウェアが思いつきますか オーサウスイズなら、どのような生成方法でも、どのような型定義でも、薄く、しかしながら強力なアーキテクチャによるサポートのおかげで、簡単に実装し、統合することができます。ラックアーキテクチャを用いることで、非常にネストが深くなるコードでも、 直線的に付け替えたり、並べ替えたりすることができます。この特徴は、トレースポイントを鍵としたミドルウェアモデルと非常に相性が良く、コードの保守性を保ちつつ、パフォーマンスも犠牲にしません。ラックアーキテクチャーは、Web 用途のみならず、コードジェネレーターとしても優れたアーキテクチャーであると言えるでしょう。オーサウスイズでは、 これらの仕組みを使い、様々なミドルウェアを実装しています。現在実装できているミドルウェアをご紹介します。Ruby 上でのミックスインをトレースし、モジュールの include、extend、prepend に追従する RBS 定義を自動的に構築できます。アッターアクセッサー系統も同様です。Ruby での どのような動的定義であろうと、たとえエバルによる定義であっても、正確な定義を生成できます。オブジェクトスペースを利用することで、型情報が未定義なジェムがあったとしても、すべてのクラス、モジュールの定義を用意し、最低限の名前情報を型定義に書き出すことができます。定数に指定されているオブジェクトは、 コンスタンツミドルウェアでは定数に指定されたオブジェクトから自動的に型を決め RBS に加えることができますミドルウェアのデバッグに役立つミドルウェアもありますタップミドルウェアではローダーが読み込んだ後のストアをブロック引数として呼び出すので ストアの現在の状態を覗き見たり、ミドルウェアのプロトタイプを実装することができます。PP ミドルウェアは追加するだけで、ストアの内容をすべて標準出力へ表示させます。既存の機能を呼び出し、マージすることもできます。RBS に組み込みのプロトタイプの機能もミドルウェアとして使用し、他の機能と組み合わせることができます。 まだまだあります。あらかじめ手で書いておいた型定義を読み込むこともできます。これにより RBS プロトタイプの機能で大まかに定義を作り、部分的に手で書いた定義をマージすることも可能になります。出力する必要のない余分な定義ができてしまうこともあるでしょう。その場合はフィルターによって条件を満たすものだけに絞り込むことができます。 出力用の機能もミドルウェアで表現されております。ファイルをまとめたい場合でも、分けたい場合でも、複数組み合わせたい場合でも、出力方法を自由にコントロール可能です。ローダーで問題になるのは、オートロードを使用していると、指定された定数を呼び出さない限りコードを読み込めず、型定義が生成できないという場合です。 オートロードミドルウェアを使用することで、オートロードメソッドによって読み込めなかったコードでも漏れなく読み込むことができます。デレゲートクラスも傑作です。テープファイルクラスでも使われているデレゲートクラスメソッドは、Ruby としては便利なのですが、型定義としては何を継承しているのか、ロード後では読み取ることができません。 トレースポイントを駆使することで、単純にクラス継承したものとして型定義を生成することができます。オーサ s o u t i s では、ミドルウェアクラスを実装することで自由にオーサ s o u t i s 用の拡張ライブラリを用意できます。Rails 用のオーサ s o u t i s 拡張ライブラリも開発しています。オーサ s o u t h i e s Rails を使えば、 アクティブレコードでのマクロ定義でもキャプチャーしてメソッドの型情報を生成できます。has many, has one, belongs to, enum, delegated type, scope, has secure password などに対応しており、すべてアクティブサポートコンサーンを使用した動的定義でも問題なく対応できます。 アクティブレコードやアクティブサポートなど、エイルスアプリケーションではなく、ライブラリー側のためのミドルウェアも用意しています。アクティブサポートの TimeWithZone では、メソッドミッシングを使って Time クラスへの異常が実装されています。そのため、Time クラスのメソッド定義を TimeWithZone にも書き写さなければなりませんが、当然漏れが発生し、 管理コストが高まります。この異常を自動的に定義できるように実装しました。どのレイリズバージョンであってもタイムクラスのメソッドが追加されても自動的に追従することができます。レイリズではライブラリー間の相互依存があります。単純にロード後のクラスやモジュールに対して リフレクションから RBS を生成すると RBS でも相互依存が発生します。レールズではレールティーズという仕組みで相互依存問題を解決していますが、オーサウシーズではこのレールティーズによって発生したミックスインだけを抽出しレールティーズジェムの型定義とすることでこの問題を解決できます。 デリゲートメソッドを解決することもできます。異常先の方が未定義ならば、アンタイプドなメソッドとして定義しますが、先ほどご紹介したロード RBS ミドルウェアなどによって、デリゲート先の定義がすでにあれば、その定義から異常先のメソッド定義をたどり、自動的に異常メソッドの RBS 定義が作成できます。 クラスアトリビュートやエムアッターアクセッサーによるメソッド生成も漏れなく定義できます。もちろんこのメドルウェアはライブラリー用途でもアプリケーション用途でもどちらにも使用することができます。さらにここからはまだ実装もありませんがさまざまな拡張のアイデアがあります。 ヤードドキュメントを読み込んでメソッド定義の RBS を生成する機能。タイププロフによってメソッド定義を推測する機能。ロリファイなどのレイルズ拡張のサポート。これらすべての拡張はこれまでご紹介したミドルウェアと組み合わせて利用することができます。たった今からこれを聞いているあなたが実装できます。 共に型を充実させてハッピーハッキングへの道を作りませんか今後の課題です。GemRBS コレクションでは、このオーサースイーズを使った RailsGem 定義の自動生成に挑戦していますが、まだマージできる段階ではありません。Rails アプリケーションの型をサポートすることは最も重要な課題です。 できるだけ正確かつメンテナンスコストの低い状態で運用できるように開発を続けていきます。現状ではプリミティブなミドルウェア群しかなく導入しても組み合わせを考えてスクリプトを書く必要があります。シンプルではありますがイージーではありません。おすすめの組み合わせを提供したり最終的には 自動生成タスクも自動生成したいと思っています。私の挑戦は途方もなく長い道のりです。仲間が必要です。今回紹介したロジックモデルに賛同する方は、ぜひオーサ u シーズエコシステムにご参加いただけると幸いです。最後に謝辞を述べさせてください。そもそも 本プロダクトはポッケさんと RBS についてのお話をさせていただいたことがきっかけとなり誕生しました。本プロダクトの草案となる仕様のレビューも参加いただきました。ポッケさんは RBS の自動生成という分野の開拓者であり、ポッケさんが書いた多くのコードが非常に参考になりました。孝一さんはトレースポイントの作者であり、 新しいデバッグジェムのコードが非常に参考になりました。デバッグジェムから得たプレースポイントの遅延評価というアイディアは本プロダクトのブレイクスルーとなりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価お願いします。ハッピーハッキーグ